旧型と出雲型が誕生したことで、海自の空母は事実上の4隻体制になったね。日本が空母を4隻保有していること、2タイプあることが何を意味するのか気になるところだぜ。今回は F-35 戦闘機搭載に関して議論される空母は、今後どうなっていくのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず日本の空母が4隻になる意味について考えてみるんだけど、2015年10月に行われた海上自衛隊の観艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだよね。この式は3年に一度行われる海自最大のイベントだな。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生した日向型の日向、伊勢に続く3艦目となったよ。余談だが、このシリーズの艦名は旧国名にちなむものだぜ。しかも出雲は日向型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったんだ。また同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われたよ。2番艦加賀が就役したことで、海自は日向型と出雲型をそれぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったわけだな。艦艇は長期間ドック入りする整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要となっているんだ。それぞれの機関が3分の1ずつだから、4隻体制となって常時1もしくは2隻の航空母艦が有事の即応体制を取れるようになったみたい。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっているんだよな。これらは護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれないが、それは誤解だぜ。そもそも海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なんだ。例えば金剛型や愛宕型は区分は護衛艦だけど、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているよ。それと同様、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているな。多分一般的には知られていないと思うぜ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇だったんだ。主な艦載機は SH-60JK ホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの艦板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内にはマックス10機収容可能なスペースがあるよ。日向型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦だから、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しているね。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えるな。一方、出雲型の出雲と香川満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向型より一回り大きく、同時にシーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるよ。しかし任務が違うから、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していないんだ。最低限の自衛用兵装しか搭載していないから、潜水艦への攻撃はシーホークや洋艦に任せることになるな。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比べると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われるぜ。具体的には日向型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられているんだけど、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床だから、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲型が優先されることになるんじゃないかな。また出雲型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられているよ。といっても、
あくまでもどちらが能力が高いかという話をしているだけでのことで、日向方が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲方も対戦作戦のコアとしての役割を担うことは可能だぜ。また日向方と出雲方両艦のいずれもシーホーク以外の大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるらしい。それだけではなく、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされているな。大隅型は一見すると空母のようだが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇であり、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていないぜ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保だったね。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには空輸だけではなく、海上輸送も行わなければならず、そこへ必ず投入されるのが海事の輸送艦大隅型というわけだよ。大隅型登場以前の海事は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に接合していたみたい。日本政府も1992年平成4年に始まった数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、その結果、大隅型3隻の建造は認可されたんだ。従来の海事輸送艦は海岸に乗り上げるホバークラフト型だったが、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできるぜ。大隅型は約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているらしい。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば1個連隊規模の輸送ができる計算になるみたい。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになったんだ。ただし、前述のように航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったようだな。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないため、空母にはなれず、仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長178のメートルサイズでは固定翼機の運用は不可能なんだと。格納庫を持っていないということは非常に重要なポイントみたいで、これを理由として大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているんだ。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても国家の威信、財力の象徴とみなされることが多いからな。そうした風潮はすでに現れていて、日向型や出雲型に艦載される予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということだぜ。それにしても、庶民としてはどうしても予算が気になるよね。光熱水費を代表としてここ数年は値上がり傾向が続いているからな。命を守るために防衛予算を増やすのは一理あるが、守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視するべきだと思うぜ。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味だからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。鹿児島県の種子島で最も大きい西之表市の西方 12km の東シナ海上にある馬毛島に、航空自衛隊と在日アメリカ軍が空母艦載機訓練の移転先などとして供用する航空基地の建設が計画されたね。そうだな。そして、2023年1月12日から日本政府と防衛省が航空自衛隊の基地建設を開始したぜ。
今回はそんな着工1年半を迎える鹿児島県馬毛島の自衛隊基地について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。X 基地完成までには4年の工期が見込まれていて、政府と防衛省では一足先に滑走路を2024年秋頃までに完成させて運用することを目指しているとしているけど、工事開始からちょうど1年半となった2024年7月12日時点で工事の遅れが生じているとの指摘が出ているんだ。NHK が5月に空撮して報じた映像を見ると、馬毛島の東海岸に基地建設のための人員や資材を運び込むために建設が計画されている仮設桟橋3本のうちすでに2本が完成していて、基地建設に必要な資材が保管されていると見られるコンテナが多数並べられているよ。また、島の中央部付近には工事関係者向けの仮設宿舎が立ち並んでいるのが見て取れ、この宿舎については8月頃までに2000室となる予定らしい。設置される仮設桟橋は、500メートルのものが1本、700メートルのものが2本設けられることになっているが、これらについては工事終了後に撤去され、その後には海上自衛隊の出雲型護衛艦排水量1万9950トン、全長248メートルが接岸可能な桟橋が3本改めて設置されることになっており、さらに防波堤や小波堤が建設される予定でとされていて、これらは沖合1300メートルまで伸ばされるようだな。また、防衛省が公表している馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設や訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなどの他に、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されているぜ。馬毛島は海抜最高点が 71.7 メートルという平坦な島であるため、横風対策として交差する滑走路が2本建設されることになっていて、風向きに関係なく航空機の離着陸が可能になる様に配慮されているね。防衛省では馬毛島基地の建設工事関係者数はピーク時で6000人に達するとしているが、2024年6月末時点では3680人にとどまっていて、その理由として建設業界における全国的な人手不足があるとされ、工期の遅れに大きく影響を得ていると見られているんだって。防衛省では今年度中に馬毛島基地に配属される航空自衛隊の先遣隊約90人を派遣して、工事の進捗状況の確認などを実施するとしているよ。大隅諸島の馬毛島は面積約 8.2 平方キロメートル、周囲約 16.5 キロメートルの小さな島で、ほとんどが低地となっている平らな無人島だな。2005年に実施された国勢調査では、当時島を所有していた。馬毛島開発現在はタストンエアポート社の従業員15人の住民登録がなされていて、無人でありながら有人島の扱いになっていて、2007年頃よりこの島がアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地とするタストンエアポート社からの働きかけがあり、最適な候補地として注目されていたぜ。そして、2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると表明し、タストンエアポート社がすでに造成していた滑走路を本格的に整備して航空基地として使用するだけでなく、水陸両用作戦のための演習場や有事の際の集積拠点としても利用するほか、災害派遣時においても救援物資の集積場としても使用する計画を立案したわけだ。防衛省では地元の種ヶ島の西の表市、中種町、南種町に対して馬毛島基地建設に関する説明会を実施したが、2011年に馬毛島開発のオーナーの一族間のトラブルやタストンエアポート社が先駆けて滑走路を建設したことなどの開発が元となって、数々のトラブルが発生していたものの、政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年には防衛省が馬毛島を海上航空両自衛隊の拠点としても活用する方針を発表し、2019年にはタストンエアポート社との売買契約が合意に至り計画が進められたね。防衛省の方針では今毛島の飛行場を出雲型護衛艦出雲と加賀に艦載される予定で、
宮崎県のニュータバル基地に配備される垂直短距離離着陸機 STOVL 機である F-35B ライトニング2の離発着訓練に利用するとしているんだ。さらに、海上自衛隊鹿屋基地の哨戒機 P-3C やニュータバル基地の F-15J イーグルなどを展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J も有事に分散配備する先の一つとして利用することなども計画しているんだって。そして、2021年12月24日に閣議決定された2022年度防衛予算において、馬毛島基地建設に3182億9000万円の予算が盛り込まれ、滑走路や駐機場の造成と関連施設建設に充てられることが決まり、防衛省では同日中に西之表市、中種町、南種町に職員を派遣して予算内容について説明を実施したよ。アメリカ海軍の空母艦載機における FCLP とは、空母艦載機が陸上の滑走路を空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す飛行訓練のことで、日本語では陸上空母離着陸訓練と呼ばれフィールドカーリアーランディングプラクティスの略だな。空母艦載機のパイロットは、狭い空母の飛行甲板での離発艦に高度な技量を要求されるため常時訓練を実施する必要があると定められていて、母艦が入港中の場合は離発着訓練が実施できないために陸上の滑走路を利用して実施される訓練だぜ。神奈川県の横須賀基地を母港とするアメリカ海軍第7艦隊に配属される空母艦載機は、空母が入港している場合に神奈川県の厚木基地に駐機することになっているが、FCLP については近隣住民における騒音問題などによって実施することができず、1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島航空基地を中心に実施されているらしい。しかし、厚木基地から硫黄島までは 1000km 以上の距離を飛行しなければならず、パイロットの疲労や機体への負担などが懸念されているだけでなく、硫黄島が現在も活発に活動している活火山島であるために島全体が隆起するなど地殻変動が激しく、滑走路や基地施設を維持するための補修に大きなコストがかかるなどの理由によって、在日アメリカ軍からは厚木基地からできるだけ近くに FCLP 訓練用基地の新設が要望されていたんだ。なお、日本では夜間に行われる FCLP については NLP 夜間離着陸訓練ナイトランディングプラクティスとも名付けられているが、この用語はアメリカ海軍では使われておらず、日本の基地で実施される FCLP の騒音問題では夜間の FCLP が問題視されているため、アメリカ海軍と日本政府の間で夜間の FCLP を指す用語として特に定められたものだね。馬毛島における年間の飛行回数想定が公表されているが、それは自衛隊機の飛行について離陸と着陸を1回とカウントすることに加え、FCLP と同様の着陸体制から降着機車輪を設置させてすぐに再加速して離陸するタッチ&ゴー訓練も1回とされ、その想定には F-35B ライトニング2による模擬艦艇発着艦訓練も加えられているみたい。また、アメリカ海軍の空母艦載機については FCLP によるタッチ&ゴーの回数の他に、訓練のために必要な物資の輸送にあたる輸送機や訓練機などの離着陸も回数に加えられているな。それによると馬毛島基地の離着陸訓練に予定されている時間帯と飛行想定回数は午前7時から午後10時までで、自衛隊が約によろず3500回、アメリカ軍が約5400回とされ、午後10時から翌日午前7時までの深夜時間帯はアメリカ海軍機の NLP のみとなって回数は約600回とされているぜ。これらの離着陸訓練に要する日数は航空自衛隊とアメリカ海軍を合わせて年間で150日程度とされるが、深夜に実施されることのあるアメリカ海軍機の FCLP の日数は20日間程度と見込まれているらしい。このところ台湾や尖閣諸島をめぐって中国の動きが活発化している中、馬毛島基地の工事の進捗遅れが懸念されているが、総工費も当初から資材の高騰によって大きく膨らみ、1兆円を超える可能性が指摘され問題視されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
防衛省が開発を進めている1-2式地対艦誘導弾能力向上型ミサイルの試作品についてみんなは知っているかな。そのミサイルの試作品が2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版の防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されたぜ。今回は防衛省が開発中の1-2式地対艦誘導弾能力向上型の試作ミサイルについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛白書に掲載された画像を見ると本体は1-2式地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズになっているだけでなく、その形状もステルス性が向上されたと見られるスタイルになっているんだけど、形状だけでなく大きさがはるかに大きく、軍事専門家からは能力向上型とするには全く別物となっているため、全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているよ。なお、1-2式地対艦誘導弾能力向上型については2日前の7月10日に産経新聞が、空自部隊で開発情報漏洩1-2式向上型かネット上に画像投稿防衛省調査とのタイトルで、航空自衛隊の装備品の開発や試験を実施している飛行開発実験団において、開発中の長射程ミサイルの模型と見られる画像などの未公開情報が、SNS から外部に漏洩した疑いがあるとしてスクープしたんだ。その画像には黄色と赤色に塗装された1-2式地対艦誘導弾能力向上型とされているものが映っているんだけど、これが今回防衛白書で公開されたものと同じ形であるかどうかは、画像にモザイクがかけられているために判別できないね。なお、産経新聞のスクープより以前に公開されている防衛省防衛装備庁航空装備研究所の一般競争入札情報の、海上警戒監視作業及び浮遊物など回収作業の中に、開発中のこの1-2式地対艦誘導弾能力向上型の初中期弾の性能確認試験第一次発射試験に関する情報が掲載されており、その情報の中に1-2式地対艦誘導弾能力向上型の概要図が掲載されており、その概要図は防衛白書に挙げられたものと同じだな。ここでいうところの初中期弾の性能確認試験とは発射直後から飛翔中の誘導のことを示していると見られ、第一次発射実験とあるのは標的への命中を期待するものではなく、そこまでの誘導が確実に実施されるかどうかを確認するための試験で、2024年9月27日から11月10日の予定とされているぜ。防衛白書にも掲載されている概要図はブースターが装着された形のものだけど、画像はブースターが外されていて室内に置いてクレーンに吊り下げられている状態で撮影されているよ。1-2式地対艦誘導弾はその名の通り地上発射型のミサイルであるが、能力向上型においても地上発射型の地対艦ミサイルが基本形であるものの、護衛艦に搭載される艦艇発射型他に潜水艦から発射できる水中発射型や、ブースターが装着されず F2 戦闘機やイギリス・イタリアとの共同で開発が進められている、次期戦闘機などから発射可能となる空中発射型などの開発も進められているね。この中で空中発射型についてはブースターを装着しないものの、搭載した航空機が高高度で発射することによって、最大射程距離を稼ぐことができると見られているな。陸上自衛隊に配備されている1-2式地対艦誘導弾は射程が 200km しかないため、日本に攻め寄せてくる敵艦隊の接近を許すことになり、特に近年大型の正規空母を次々に就役させている中国艦隊がもし尖閣諸島に、あるいは南西諸島を占領しようと接近したとして、1-2式地対艦誘導弾の射程に入る前に艦載機の攻撃を受ける可能性があるんだ。2018年12月18日に開催された閣議において決定防衛計画の対抗30対抗及び、31中規模でスタンドオフミサイルの導入を決定が閣議決定され、まずは外国製の長距離ミサイル JSM、JASSM、LRASM 導入と配備を進めながらそれと並行して国内での研究開発も推進する方針としたよ。しかし JSM は製造するために必要な外国製機材が不足し、
また JASSM と LRASM については搭載する母機として予定されていた近代化改修が施された F-15J の改修経費が高騰したために、いずれも導入が計画通りには進められていない状態だったぜ。さらに日本政府では、これらの外国製スタンドオフミサイルの導入遅延のほか、イージスアショアの配備中止といった問題に対処するため、2020年令和2年12月18日の閣議において、新たなミサイル防衛システムの整備とスタンドオフ防衛能力の強化が決定されたのであるが、この閣議決定の中に、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が盛り込まれたってわけだ。これは令和2年度の事前の事業評価においては地上発射型の開発計画が盛り込まれ、開発期間は令和3年度から令和7年度、総事業費は約394億円の計画だったみたい。防衛省では12式地対艦誘導弾を改良することでその射程を 900km まで伸ばすこととし、さらに最終的には 1500km まで延伸させる方針を打ち出したんだ。12式地対艦誘導弾能力向上型には海上自衛隊の超音速空対艦誘導弾 ASM3 と現在防衛省で、研究開発中の当初防衛用新対艦誘導弾の成果などが盛り込まれ、長射程化のための大型主翼の展開技術とジェットエンジンの作動領域を拡大し、発射プラットフォームの多様化として地上の移動発射台海上の艦船航空機からの発射が可能となるべく開発を進めるほか、衛星 GPS を利用した誘導システムや敵のレーダーから身を隠すステルス性能の向上も図られていて、開発費総額1000億円を計上する計画であるとされているな。日本は現在、ここ数年の間に強大な海軍を作り上げた中国が南西諸島などの島嶼に次第に軍事的圧力を強めていることから、とあえずの中国艦隊への抑止力として南西諸島各島への12式地対艦誘導弾の配備を進めているぜ。しかし小さな島嶼にミサイル発射機を配備することについての一番の問題は、狭い島の中では発射機を隠す場所がほとんどないため、先制攻撃を受けて壊滅させられる恐れがあることで、現在石垣島と宮古島に配備されている12式地対艦誘導弾は配備場所などを簡単に把握され、簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていたらしい。12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が延伸されれば、発射装置を隠蔽することが可能な山岳地帯が存在している広い沖縄本島に配備して、中国海軍の空母艦載機の行動可能半径の外側からアウトレンジ攻撃を実施することが可能となり、発射装置も固定化せずに山中を移動させながら発見されることを防ぎつつミサイルを連続して発射することが可能となるばかりか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地やアメリア空軍嘉手納基地に配備されている地対空ミサイルの傘下に入り、敵ミサイルから防御できることも大きい利点となるよね。そしてこの先12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が 1500km まで延伸されれば、沖縄本島のみならず九州からも西南諸島が飛行距離内に収まるために発射可能となり、中国海軍への抑止力がかなり高まるものとみられているんだ。2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画においては、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持することとされ、海上自衛隊においてはイージス護衛艦などに12式地対艦誘導弾能力向上型の艦船発射型ミサイルを搭載するほか、水中優勢獲得のための強化策として、VLS から発射が可能な垂直発射型も開発した上で新たに、垂直ミサイル発射システム VLS を搭載する通常動力型潜水艦を開発することを掲げ、さらには航空自衛隊におけるスタンドオフ防衛能力の強化のために、F-2 戦闘機2個飛行隊に12式地対艦誘導弾能力向上型空中発射型を搭載し発射する能力を付与するための改修を行いつつ、2035年から就役する予定とされている次期戦闘機への搭載も可能とすることなどが明らかにされたな。2023年4月11日、
防衛省より1認識地対艦誘導弾能力向上型の量産、及び艦艇発射型と空中発射型の開発継続と、潜水艦発射型誘導弾の開発について三菱重工業との契約が成立したことが発表され、2025年度令和7年度からの配備を目指すこととなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。